はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。今日は9月24日、6時58分に収録しています。えー、っとね、まあ、タイトルにどうやってつけようかな。まあ、ちょっとね、投稿意欲が、まあ、ちょっとね、なくなってきて、で、ちょっとバカらしいなっていうふうに思っているんですが、えー、なんだろう。ちょっとね、一部のね、まあ、皆さんはともかく、あの、一部の、えーまあ、コメントによってですね、 私の結構、まあ、ひしごいて、えー、分析、まあ、特に週末ね、シナリオを立てています。でね、まあ、この図援寺もね、結構ね、時間かけて、えー、分析したんですよ。で、まあ、このね、目のマーク、これポチッと押すとね、細かくいろいろ根拠、えー、1、2、3、4とかね、いろいろジグザグが書いてます。で、うんとね、まあ、ちょこちょこね、すぐブロックするんですけどね、まあ、コメントがあって、で、そういうのが、 あって、ね、なんかそういうの見てるとですねうんなんかねこう無料情報をいいことにねなんか調子に乗ってんじゃないかなっていうふうにね、うん、そもそもね無料でこういう情報が得られるこの時代、ね、これ当たり前だと思ってませんかというのがあってですねまああの結構時間かけて細かくいろいろジグザグのシナリオねまあそのシナリオが当たるかどうか分かりませんよ。うん、ただあっとやっぱり まあシナリオなんてねあの事業計画みたいなもんでねまあ絵に描いた餅みたいなもんでねでえそこから返りしたらねまあ事業計画だったらまあ売上予想を立てて利益目標とか立ててで上振れだったらよしだけど下振れした時に挽回策みたいなまあそういう形でまあ修正していくじゃないですかでトレードも同じですよ何にもね根拠なしに雰囲気だけ感情任せで上だの下だのってやってもね資金ねどんどん減っていくからね で、まあ、私はね、えっと、根拠を、まあ、1個、2個、3個って重なるところ。うん、こういう根拠重なるから、来週はこういうふうに動きやすいよね、とかねえ。特に9月末にかけて、まあ、あるね、どんでん返しがあるかもしれないから、そこはすごく注意が必要だよ、とかね。うん、で、その後、10月にかけて株価どういうふうになっていくのか。じゃあ、一体ね、下がるとしたら、どの辺が下げのめどになるのか、とかね。いろんなことを、 まあ事前に察知して、事前にシミュレーションして、でそれでまあいつもですね、まあこういう特にマネタイズしてない私のチャンネルね、でまあ当たり前のようにこうねジグザグを皆さんに提供してきました。ここ最近、まあいい感じでね、はいえまあ大枠外してるっていうのは先日のここですね。 こういったところで、まあ、私は予想外しということでお詫びを申し上げましたけどで、それ以外のね、結構細かいところでも、細かい予想なんてするとね、もうバンバン外すからね。はい、だけど、まあ例えばね、まあ、今日本当アップしようと思った動画で、その10月末までのシナリオ、どんな感じでね、はいまあリスクえ、もしくは儲けのチャンスがあるのっていうところ、ここをね、お伝えしようと思ったんですけど、うーん。 なんかねもう本当勘違い、一部の、ね、人がねもう勘違いしてるなということで、ちょっとね、クローズなところ、クローズドな場で、なんかやるとか、なんとか考えなくちゃいけないなと。で、そんなんね、スルーしたらいいんだよ、よっちゃんってね、言ってくださる方もいるんですけど、いや、なんかね、すごいシャークなんですよね。自分がね、めちゃくちゃ時間かけて分析したものを、別にそのチャンネルが登録者増えてね、視聴回数増えて、でそれと引き換えに有,有益情報を、 出すんであればそれはまあトレードオフっていうかね交換条件でいいと思うんですけどだけど僕って僕がねこうやって動画発信してるのって自分の頭を整理するためであって皆さんの資金を増やしたりとか皆さんの投資ライフを充実させたりとかハラハラドキドキ面白いねコンテンツを提供したりとかそういうのは一切ないんですね自分のためにやってるんですよで自分のためにわがままにやってるこのチャンネルなんですけどうんまあ 言い方変えればね無料で自分なりに自分なりに根拠集めして時間かけたシナリオをジグザグでこうやってやってるんですね。うん、でそこでねなんかこう文句とか「あ、うん、あだのこうだろ」って言われるとねすごいねそういう人にその自分なりに有益の価値のある情報を見られるのがすごい尺なんですね、はい。悔しいんですよ見。見せたくないというのがあって。なので この土日結構しっかりねジグザグやってでそれ当たるかどうかわかんないですよ、うん、ただまあ根拠がいろいろ重なるからその可能性って高いよねってだからテクニカルあんまりまだ浅い人が見るとああなるほどってああそういう着眼点があったか確かにまあ根拠としてはありえますねみたいな、うん、こういうリスクもしくは儲けのチャンスがありえますねみたいなそういうところを分析してるんですよねですけど まあそういうのもあってですね、ここ最近のそういう、なんだろう、僕がね、先日3倍資金を増やしましたということを、私、本当ね、正直者なんで、人にこびないけどね、人嫌いで、社交嫌いでね、内向的で、で職人気質で、これって決めたら、もうこういう目線のタイプ。で僕はね、いいところ何かって言ったら、いいところなさそうに見えるけど、僕ね、正直者なんですよ、う。ん でそういうことに対してねああじゃないかこうじゃないかとかってね言われるのもほんと尺だしそういった人たちにね見られたくないというのがあって、うん、なのでね情報発信としてコンテンツを出したいっていうねそういうあの関係ない純粋にね応援してくださる方々にお見せしたいっていう気持ちもあるんだけどそれ以上にねその一部の人たち一部の人たちがね、うん、なんかもういろんなことをよく言ってくる人がまあ1人2人っているんでちょっとね見合わせようかなっていうふうに思っています。 はい、なのでえ細かいね、えー、すごい細かく書いてる、えー、それについてはちょっと出さずにですねざっくりざっくりでやっぱりね、まあ、この週明けのね値動きの予想みたいなものをざっくりでお伝えするとやっぱりね、まあ、下落する可能性が高いですよね、まあ、先日もちょっとお話したようにまあ何ですかこれ下離れ黒2本だったっけ <laughs> なんかそういうのありましたよね。 はい。ですので、やっぱりね、続落の可能性高いとで。続落の可能性高いから、じゃあよっちゃんって。もうね、もう月曜日の朝一で、ここショートエントリーしていいのって。いや、危険だと思いますよ。危険だと思います。続落、下がるんだから、だってショートでいいでしょうって。いや、僕ね、これはね、危険だと思います。うん、で、やっぱ投資は自己責任とはいえど、あんまりね、僕も、うーん、不確か、 なあまあ不確実性たっぷりのねこういう値動きについてあの言えないですねエントリーしていいよってここでショート入ってくださいなんて今までね僕チャンネルの動画の中でそういうことを言ったことをここでロングですとかここでショート入りましょうとか言ったことないでしょうんだってそれ,をうんそれはねやっぱり値動きの予想って難しいって分かってるからで値動きの予想株価予想なんて外してなんぼだって思ってるからね外してなんぼうん で外したときに、その時の立ち回りで損勝利代でね、はい、ちゃんと損するときはしっかり切ってで、利益、あ、シナリオ通りいったなっていうときは、もうそこで利益伸ばしていくということで、その損勝利代で、ね、スイングトレードしてお金を増やしていくと。これがね、ガチホとの違いなんですよね。はい、ですので、やっぱりね、戦略とかシナリオとか。 ね、何にもなしにね、もうリアルタイムのチャートだけに従うってやったら、本当ね、上行ったら、はい、上ついて、こう、ロングだっつってね、焼かれて今度逆行してとかって、よくある話じゃないですか。ですので、あの、土日なんかね、めちゃくちゃね、分析に時間かけますね。で、それがこうそうしてかわからないけど、最近ね、すごい調子いい。予想外しても、うん、予想外してもね、傷がめちゃくちゃ浅いうちに切るんで、うん、ですぐまたシナリオを立て直すとか、うん、 そうですね、ディスクオフでねちょっと様子見したりとかってやるんでなのでねどんどんお金が増えていくんですよ、うん、だから価値トレーダーの方々、うん、が見てる世界見てる景色にほんのちょっぴり、うん、近づいてきたかなっていうのがもうここもう45ヶ月ぐらい、はい、続いてますですのですごくねあの調子がいいということです、うん、ただねやっぱりそういうねあの僕の,その嫌いな人とのし,しがみとかね うん、特に批判的な人とのしがらみとかそういう葛藤があるんでなのでねほんとねクローズドなところでやりたいなっていうのが結構最近気持ちとしてありますねなんか嫌だもんだったらすごい時間かけたのにさねいやそれでチャンネル登録増やして YouTuber として成功するとかそっちの道にかけてるんであればね僕がね、うん、YouTube 登録者増やして再生数伸ばしてね で会員募ってどうのこうのとかさそっちの道をめちゃくちゃ夢見てるんだったら一生懸命やりますよ批判コメントとかスルーしてねどんどんそうやって希望されてる期待されてる方に答える答えてどんどんそういうのを出すというのをやるけど全然そういうのを思ってないんで、うん、まあもちろんねあの登録者とか高評価数とか増えた方がいいには決まってるんだけどだけどそれを目標にしてそのロードマップみたいなものを全然前提にしてないんでねはいなのであの 投稿意欲、はい、トレードで儲ける気持ちはめちゃくちゃある。はい、でそこのねあのベクトルは皆さんと一致してるんだけどね、うんまあ、つまりねそのなんかこう評論家になるなって僕言うじゃないですか最近ね、うん、いやもう結構ずっと言い続けてる、うん、人のことをね評論したりとかあだの講談とかやってる暇があったら、ね、自分自身のスキルを磨いたりとか、ね、お金儲けだったらお金を儲けるための スキルを養いなさいって、磨きなさいっていうふうに言ってますよね。まさにね、それですね。はい。でそういうのがあって、なのであの、ちょっとね、投稿意欲がね、減退していますね。うん。なので、まあ、今ちょっとねあの、ネガティブになってるからそういう気持ちでいるのかもしれないけど、うーん、ちょっと1週間ぐらい、1週間ぐらい。 はいまあ、このチャンネルで期待されてる方多いしあの、まあ、動画は続けていくんですけど、はい、1週間ぐらいねちょっとひょっとしたらお休みするかもしれないし、はい、2日3日ぐらいしたらねまた、はい、忘れて、うん、投稿再開するかもしれないしちょっと分かりませんけどね、うん、一部のそういう人にね、うん、自分がものすごく時間かけて作った成果物僕にとっては価値のある有料級のね成果物 これ見られるのがすっごい嫌だ、うん、自分のためにただわがままにこうやってやってるだけなんだよって何勘違いしてんのっていうのをねすごいあの切に感じますねで対してね残りの 99. 何の人たち、うん、とはまあそれはね情報共有したりとか交換したりとかあと、まあ、ライブとかでもねこんだけ勝ちましたとかって報告成果報告来るじゃないですかそしたら「いや良かったですね良かったね」って「おめでとうございます」 いいいじじゃんんっていう感じこれはあるんですよねだからね本当ね一部の一部の批判的な人余計なお世話余計な妄想憶測に基づいたああだろうこうだろうっていうそういうものであったりとかそういうのがね台無しにしちゃうんですよね台無しにしてしまうはいあの価値あるまあ無料媒体無料コンテンツっていうのをどんどんねなんか墨に追い 追いいってしままううとの、はい、のがありますですでで本当は今日ね「括弧有料級10月末までのシナリオ0924」っていうテーマで皆さんにバーンってやろうと思ったんだけどなんかねたまにねちょこちょことコメントきてもうすぐブロックするんですけどもういちいちもうそれについては触れないけどね、はい、触れないけどまあなんか、うん、モチベーションがね、うん、そういった人たちにもなんかもう見られて様子を外しただの当たっただのって言われるのも嫌だし。 うん、予想なんてね、何でも言うけどね、株価予想なんてね、外してなんぼだからね。はい。うん。そこ分かってくれないと、本当ね、もう話がね、全く噛み合わないですね。全く噛み合わない。はい。で、そうやってなんか論評してる人たちっていうのはね、儲からないよ、そりゃ、うん。分かってないんだから、トレード分かってないんだから。儲からない。僕みたいにね、こう、数ヶ月で資金ね、こんだけ増えたとかって、それないでしょ。こんなレンジ相場で。クソレンジ相場でさ、お金なんて増えるわけないでしょ。うん。って思ってます。 はい、なので、まあ、ちょっとまたね、ポジティブになったら動画発信しますが、はいね、せっかくね、この週末、私がどういうビジョンでね、寝動き見てるのかっていうのを期待された方も多いと思いますけど、はい、だけど、ちょっとまた、はい、あのクールダウンして、はい、クールダウンね、頭冷やして、またポジティブになったら、はい、やっていきたいと思います。うんまあ、ただねやっぱりこの月末にかけて 月,ま、月末にかけてと、あと月初、まあそうですね、10月末ぐらいまでの寝動きっていうのは、めちゃくちゃ注意が必要だし、焼かれる、本当に。安易なね、ことやるとね、焼かれるし、うん、で、逆に言うと、めっちゃ儲けるチャンス。めちゃくちゃ儲けるチャンス。はい、ですね、はい。皆さんもね、根拠集めして、うん、自分なりにね、こうじゃないか、ああじゃないか、と、うん、っていうのを、ぜひ、ご自身でやられてください。そうやってね、一生の財産になるから。ね。 誰々さんがこう言ったから植えついていくんだとか、そこから卒業しませんか。ね、はい。期待してます。またね、あの近々動画アップする予定ではいますけど、今のところは、はい、この土日でね、まあ、バーンとね、有料級情報で,すよ,ですよって無料で出しますよみたいな感じでやろうと思ったけど、まあ、そんなんで、ちょっと、はい、ここの目のボタンね、アイコンはポチって押さないと、はい、いうことで、すいません。はい。申し訳ないけど、はい。また、えー、ご機会、あの、機会、うん また、機会あればですね、ポジティブになればね、またやっていきたいと思いますので、ご期待ください。以上です。ありがとうございました。